エリザベス・ビスランド・ウェットモアはアメリカのジャーナリスト、編集者で1889年から1890年にかけて同じ女性記者のネディ・ブライと世界一周レースを競い、世界の注目を集めた。日本においては小泉・ヤクモと信仰を結び、ヤクモの没後に英語による伝記を執筆した。ビスランドはルイジアナ・シューセント・メアリー軍の フェアファックスプランテーションに1861年2月11日に生まれた。一家は南北戦争中、ホートビスランドの戦いに先立ち疎開している。家族がプランテーションに戻ってからの生活は困難を極め、彼女が12歳の時に父が相続した実家のある同じルイジアナ州のナチェズに転居した。 ビスランドは10代でその文筆家としての経歴をニューオーリンズタイムズデモクラットに BLRDN の筆名で詞を投稿することから始めた。ひとたび執筆活動が家族や新聞の編集者に知られると考量が支払われ、ほどなく彼女はニューオーリンズに赴いてニューオーリンズタイムズデモクラットで働くようになる。この新聞社にはラフカディオハーンが在職しており、 ハーンと信仰を結んだ。1887年頃、ビスランドはニューヨークに移り、ザさんから現地での最初の仕事を得た。1889年まで彼女はニューヨークワールドを含む多くの出版社で働いた。ビスランドは雑誌コスモポリタンの編集者になり、その一方でアトランティックやノースアメリカンレビューといった雑誌に寄稿していた。 ネリー・ブライトの世界一周競争中、客船の看板上でのエリザベス・ビスランド1889年11月、ニューヨークワールドは、ジュール・ベルヌの小説、80日間世界一周の主人公、フィリアス・フォックによる80日間の空想旅行を上回る試みとして、ネリー・ブライ記者を世界一周に派遣すると発表した。この字幕を集める宣伝を受け、 創刊から3年しか経っていない雑誌、コスモポリタンを買収したばかりのジョンブリスベンウォーカーはビスランドを急ぎ旅行に派遣することを決める。呼ばれてから6時間後にビスランドはニューヨークから西へ向けて出発した。一方、ブライは蒸気船に乗って1889年11月14日に東向きに出発した。彼女たちの旅行は熱心に報じられたが、 ブライは人気があったニューヨークワールドでセンセーショナルに取り上げられる支援を受けた一方、ビスランドは同市ではほとんど無視されたことでビスランド及び月刊誌に過ぎない上に上品なコスモポリタンよりも多くの注目を集めるようになった。80日間の期限に挑んでいたブライは12月25日に香港に到着するまでライバルの存在を知らなかった。その地で オクシデンタルオリエンタル機船会社の社員が、ビスランドが3日先に通ったので、ブライは負けるだろうと告げた。しかし最終的にブライはビスランドに打ち勝った。致命的だったのはイングランドで、ビスランドは雑誌社が船会社に金品を送って、船の出発を遅らせたにもかかわらず、予定していたドイツの高速機船、エムス号に乗り遅れて、 サウサンプトンに取り残されたと言われ、おそらくはそれを信じた。彼女が恋に欺かれたのかどうかは不明である。ビスランドは速度の遅いボスニア号に乗ることを余儀なくされ、1月18日にアイルランドのクイーンズランドから出発したが、ブライは優位に立っていた。ブライは、その間、特別仕立ての列車に乗ってアメリカ大陸を横断し、 1890年1月25日15時51分に終着点のニュージャージー州に到着して72日と6時間11分で世界一周旅行を達成した。ビスランドの船は1月30日までにニューヨークに到達しなかったが結局76日半で旅行を完遂しフォックによる架空の記録は上回った。ビスランドは コスモポリタン市に旅行記を連載し、それは後に単行本、インセブンステージズ、A フライングトリップアラウンドザワールドとして刊行された。日本には2日間滞在し、芝の東照宮を見て簡単し、我もアルカディアにあり行きと記した。ビスランドの文章は、世界一周レースへの参加という題材から受ける、印象よりもずっと文学的な範疇のものだった。実際、 1929年にニューヨークタイムズが掲載した死亡記事には旅行の言及すらなく世界一周競争後の彼女は執筆活動をより真面目な題材に集中させた。1906年彼女はラフカディオ・ハーンの生涯と書簡を刊行して好評を得た。ビスランドの最後の著書は東方の三博士で没後に刊行された。ビスランドは 法律家のチャールズ・ホイット・マンウェットもあと1891年に結婚したが、旧姓で著作の出版を続けた。夫妻はロングアイランドのノースショアにアップルガースという名称で知られた夏の別荘を1892年に建てた。ビスランドは1929年1月6日に肺炎のためバージニア州のシャーロッツビルの近くで亡くなり、くしくも1922年に 同じく肺炎で没したブライが眠るニューヨーク市のウッドローン墓地に葬られた。ありがとうございます。